どうも、ちぬこチャンネルです。今回は2日間の釣りの様子をお届けします。前半は和歌山県に遠征して初めての釣りに挑戦、後半は離島に渡ってプラッキングゲームをします。さらにちょっと珍しい食材を手に入れたので小屋飯も必見ですよ。今日は天秤ふかせという釣りをします。天秤が40センチ、カゴは50の S、 カゴの下に重り35、そしてマダイ用の仕掛けです。全長は 4.5 とちょっと短めにしてます。針15ね。水深が約25メートル。初めての釣り場で初めての釣り方です。うまく釣れてくれるといいんですが、巻き絵を作ります。オキアミ L 3キロ、秘密兵器の濁りの素を混ぜていきます。混ぜますね。はい、カゴに詰めてオキアミの出を調整して、針にも同じオキアミを刺して、それでは1投目入れます。おしゃん、よいしょ。で、そこを取る。潮の流れ結構ありますね。潮通しのいい場所です。手繰りながら巻いて棚を探ります。あ、全然ない。ってことはもうちょっと調整しないといけない。餌が出すぎてるから穴を狭める。よし。ちなみに刺し餌は、刺し餌もない。餌持ちよくするために1つの針にオキアミ2個つけますね。よいしょ。おー、来た。おー、強い。強い。すごい。オキアミに来ました。嬉しい。あ、すごい。わー。うわ、強い。ちょっと、かなりね、ラインが太いので、結構、強引なやり取りでも大丈夫なはずなんだけどだけどこの風の中に入ってく、おー、強いですね。なんだろう、出るラインが出るやばい。初めてのカゴ天秤ふかせ初ヒットです何？魚の顔見たい。おお、バレないで、バレないで、お願い。ハリスはね、ちょっとこう頑張って太いのにしたんで多分大丈夫と思うんだけど、仕掛けのつなぎ目で切れなければ。うわやばなに、本当にわかんない。なんだろうよいしょ。
なんだろう、本当、うお強いよ、何強いよ。よいしょ。うん、魚がちょっと弱るまでやり取り続けないといけない。あんまり強引にやってプチンってなっちゃったらもう嫌なんで。よいしょ。よいしょ。もうちょっとで上がってくるかな。もうちょっとかな。よいしょ。腕痛い。腕が痛い。もうちょい。一番上がカゴなんでね、見えてくるはずなんだけど、そろそろ。ああ、深いから、河川の中入らないで、河川の中入らないでお願い。河川の下入っちゃやだ。ああ、来た、見え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 た、なになに？え、本当に何？わかんない。何？わかんない。ちょっと、タンも入れれるのかな、これ。あ、もう巻きすぎちゃう。巻きすぎちゃう。どうしよう。ちょっと手で手繰り寄せるかな。よいしょ。ダメダメダメ、初めて使う仕掛けだから切れちゃう、怖い。よいしょ、よし、よし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 、手で取るよ、手で上げてくるよ。よし、やったやった、やった、やったすごい、オキアミに来たエブリの幼魚ですね、ワラサやった、すごい。いやー、なんか強い引きだと思ったんですよね。唇1枚で引っかかってました。唇が硬いからね、あんものは。よーしやったー。まあ、まだ可愛いサイズではあるな。62センチ。よいしょ、はい、次はもうちょい大きいの釣れるといいんだけど。いや、びっくりした。あ、来た、来ました。あ、でもさっきよりだいぶ軽い気がするなんだろう。でもこれは間違いなく魚の引きです。同じようにね、動かしてたら来ました。ほい、なに、待って、かわいいのが、よいしょ、2匹。はい、カリコです。かわいいサイズ。あ、来てる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 、来た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 。もう帰ろうと思って諦めかけた時になんか来てるよこれ。え、なに、は、初めて釣った。よいしょ。あ、すれがかりかな。あ、すれがかりだ、三の字磯場の魚ですね。
なかなか釣れないんでちょっとルアーを変えます。少し沈むルアーでクリアカラーのガンシップ 30F、 これでやります。テトラ周りにいると思うんですよね。テトラ以外の場所はもうアジだらけでちょっと釣りにならない感じなんで、テトラ周りを探ってみようと思います。巻いて止めろ、巻いて止める。おお来た来た、おー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 おお、なんか違う？おお、あー来たメバル来たうわ、アジとは引きが違いました。あーやったー釣れたー、やったー。あ、え？あ、違うか。え？え？え？あ、違う、引っかかってるこれ。あー、あ、取れた。なに？え？なに？え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 ？嘘！嘘だ！釣れてた！気づかなかったあれ？もうかなと思ったらやったー、やったー、面白いプラッキング、はあ、めっちゃ面白いじゃんえ、なんかいる足元に、でっかいの。え、え、シーバスかな、シーバスかな、すごい、うわ、でっか、シーバスでした。おお、びっくりした、来た。あー、バレた、かかんなかった、一瞬かかってバレちゃった。おー来た、おお、でかいんじゃない、え、え、でかいんじゃない、でかいんじゃない、え、でかいんじゃない、ちょっと待って、え、え、でかいんじゃないそうそうそう、大きい、大きい気がする、大きい気がするちょっと待って、大きい気がする、え、引っかかった、ちゃうちゃうちゃう、引っかかってない、引っかかってない、え、え、あ、いる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 、え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 、大きい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 、お、お、やったあ、あ、いや外れた、なんて、行かないでね、よいしょ、よいしょお、大きいんじゃないこれやったえ、これはあるよ、まあまああるよ。あ、それでも22センチでこんな引くんだ、すごい太鼓あります、めちゃくちゃいいメバル。よし、ちょっと大きいやつに変えてみます。ルナメバル F、 すごい、こんなプラグでメバルが釣れるんですね、めちゃくちゃ楽しいこれ。よし、プラグはね、結構同じところで投げ続けると擦れちゃうんで、こうローテーションさせながら、おお、来た来たルアー変えたら来たえ、何、あ、違う、あ、違わないやった、ルアー変えてきたよ、ちょっと可愛いサイズ、手のひらぐらいなんで、バイバイ。よいしょ、スーちゃん、あれ、スーちゃんいない、スーちゃんどこ、あー、おったスーちゃんただいまびっくりしたここおるよってよし、今日もおいしいご飯作るね。今回の戦利品はメバルです。はい、今がちょうど旬の魚ですね。特徴はこの大きな目と丸っこい体です。ちなみにワラサの方は後日美味しくいただきます。
今回はこちらのメバルを調理していきますね。まずは鱗を取っていきます。細かい鱗がね結構びっしりついてるのでしっかり取りますね。頭を落とします。可愛い顔してるんだけど結構ねトゲトゲなので手刺さないように気をつけましょうね。もう魚体はちっちゃいので大名おろしでいきますね。腹骨を取ります。皮付きのまま半分に切ります。ちょっとだけ生で食べちゃおうかな。はい、透き通った綺麗な白身です。おいしい。あ、弾力と旨味があってすごく美味しいです。お刺身もいいね。やっぱり塩コショウで軽く下味をつけて小麦粉をまぶしておきます。卵、ボウルの中に卵黄だけ入れ、ちょっと黄身を避難させます。じゃん、ミキサー、えいや。よし、ほい、メレンゲ状にします。桜エビ、本当はねミルサーとかで粉々にしたいんですけどないのでお玉で叩きます。するこの切り身をですねふわふわ卵白につけてふわふわだ。さらにエビの粉につけて茎の太白ごま油、これ三重県で作られてるやつ、美味しくて大好きです。火をつける。揚げていきます。卵白をメレンゲ状にするのはエビのくっつきを良くするためですね。わっ、あっという間に火が通る。あ、すっごいいい匂い、エビよし、オッケーでしょう。器に盛り付ける。あ、熱々、できました。メバルの桜揚げ完成です。片栗粉の代わりに桜エビを使いました。すごく香ばしい香りしてるのでどんな味がするのか楽しみです。いただきます。エビの香ばしさとよく合いますね。もうこれはね、完璧なお酒のおつまみです。身もふわふわですね。めちゃくちゃ美味しい。最高。はい、今回は伊勢門さんのヘイジー IPA。IPA はいろんなビールで飲んだことあるんですけど、ヘイジーってなんだろうどんな味するんかな。よいしょ、オレンジジュースのような濁りのあるビールですね。香りもちょっとフルーティーな甘い香りがします。これ初めて飲むから楽しみ。ということで乾杯。美味しい。めちゃくちゃ飲みやすいビール、すっごく華やかな味わいです。むちゃくちゃお酒に合いますよこれ表面の桜エビのカリカリ感と噛んだ時のふわっとしたメバルの食感、すごく合ってて美味しいですね。このおつまみでビールを飲みながらさらに料理を進めていきます。これが一番大きいサイズですね。身に切れ込みを入れておきます。こんな感じで両面入れますね。塩コショウを振ります。両面しっかり10分ぐらい置きますね。パプリカ、ミニトマト、美味しいニンニク、オリーブオイルを熱してメバルを乗せます。あ、大きいかも、ちょっと、いやはい、小さい方からいく。お、えい、おはい、あ、いいですね。はい、両面焼き色がついたらニンニクを加える。ミニトマトとパプリカ、さらに以前潮干狩りで取ってきたアサリ、砂抜きして冷凍してたやつ、いっぱいあるよあ、もういい匂い。お水少々と白ワインを加えます。はい、そしたら蓋をして
ちょっとね、蓋がないのでアルミホイルで代用します。はい、どうでしょうか。そろそろいいかな。あっち、オープン。わー、美味しそう。はい、めっちゃ美味しそうです。パセリを散らしてできました。メバルのアクアパッツァ完成です。洋風の酒蒸しですね。色鮮やかでとっても美味しそうです。このフライパン使いたいんで、あー、移動できるかな、お皿に。はい、OK。 よし、今日のすーちゃんのおやつあげよっかね。今回はモンプチ厳選マグロ。これね、カツオだし仕立てということで、すーちゃんアレルギーカツオがあるんですけど、何回かあげたことあって大丈夫だったんであげようと思います。よいしょ。あ、こぼれたね。ちょっと拭かせて、そこ。ごめんね。ちゃ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 。すず避難。はい、お待たせしました。美味しいかい。すごい勢いだな。うん。追いマグロしてあげよう。はい、どうぞ。はい、もうないね、空っぽだね。よし、よいしょ。続いてもう一品作ります。これイノシシの肉、いただき物なんですけど、せっかくなんで調理していきます。豚に似てるんですけれども、ちょっとだけ色が濃いような気がしますね。生姜、じゃん、すりおろします。くぅ。オッケーオッケー。食感があると嬉しいから、粗めのみじん切りも混ぜておく。すき焼きのタレ、これ伊勢醤油使ってます。20分ぐらいつけておきます。お水につけておいたお米を炊きます。火が消えたらタオルに包んで保冷バッグの中に入れて蒸らしておきます。玉ねぎ、キャベツ。キャベツってね、この表面ちょっと紫色の方が甘いらしいですよ。柔らかいところを使いましょう。細く切ります。お皿にレタスとキャベツ、きゅうり乗せて、まずは玉ねぎ加えてお肉を焼いていきます。焦げやすいので気をつけましょう。あー、焦げてる。気をつけてたのに。えい、キューピー燻製マヨネーズ、横に乗せる。ミニトマトを乗せて、できました。ボタン生姜焼き完成です。甘い生姜ダレに漬け込んでじっくり焼きました。燻製マヨネーズとの相性はどうなんでしょうか。楽しみです。よし、できた。あれ、すーちゃんいなかった。できたよ。はい、完成しました。美味しそう。もうお腹空いちゃったので早速いただきたいと思います。まずはアクアパッツァからいただきます。あー、美味しい。うん、貝のお出汁を吸ってますね。一見あっさりしてるように見えるけど、すごく旨味の強い魚ですね。美味しい。丸ごと2匹使って作ったので、なかなか贅沢なお料理になりました。あ、ちょっと焼けたところもいいですね。あっという間になくなっちゃいそう。うん、うん、これはお酒が進む。あ、おいしい。すーちゃん用にちょっとだけ取っといた味のないところのメバル。すーちゃん白身魚好きだもんね。メバル美味しいでしょ。すーちゃん、あれもっと欲しいの。なんで欲しいってか。待ってね、すーちゃん待ってく。あ、ダメだ、待てない。ちょっとすーちゃん、すーちゃん足痛い。足悪いからな、足痛いから。じゃあこれを食べ。よし、
それでは生姜焼きいただきます。めっちゃ美味しい。しっかりした味の豚肉って感じ。美味しい。生姜と甘辛いお醤油の味付けにすごくよく合う。あ、そうだ、忘れてた、ご飯炊いたんだった。よいしょ。おふっくら炊けてますよ。あ、最高。お米に合うわ。燻製マヨネーズ。スモーキー。これ好き。燻製マヨ合います。っていうかこのマヨネーズめちゃめちゃ美味しい。イノシシのお肉はね、身質がすごいしっかりしてて味も濃いですね。心配してた臭みとかも全然ないですね。めちゃめちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。今回は春の魚を狙って初めての釣り物に2つ挑戦してきました。餌釣りとルアー釣りで全然、ね、種類は違うんですけれども、どちらもすごく楽しかったです。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。